僕は今アニマルテクニシャンとして働いています。まあ、その業界ではみんなに言ってもみんな分かってくれないんですけど、大学とか病院とかの医学系の研究者とか PhD の学生とかのお手伝いをする仕事ですよね。まあ、日本の文化って言ったら言わなくてもみんな分かるじゃないですか。言わなくてもみんなしなきゃいけないことっていうのはみんなそれぞれ考えてやるでしょ。でもこっちはね、ないんです。ないんですね。 2% もないんですよね。言ってもしないんですよね。だからそのね、ギャップがね、僕まあまあ海外、日本から来て英語もまともに喋れない状態でその業界入って、で仕事をみんなとし始めて、明らかにしなきゃいけないのにみんながしないね、それを言ってもしない、気にしてないです。みんな細かいことに気にしてないそこはすごいいいと思うんですよ。日本は逆に気にしすぎてる感があるし、こっちは気にしてなさすぎる感があるし、それを足して2で割ったらちょうどいいんじゃないっては思います。嫁さんの母方がギリシャ系で、父方が、カナダ人ですね。はい。まあ、オーストラリアの、文化って家族を大事にすごいしますよね。家族の時間を第一に、考えて生活するっていうのが僕が感じたオーストラリアの、オーストラリアに対する最初の印象です。まあ、日本は逆ですよね。仕事第一です。僕はまあ仕事の第一考えるの好きなんですけど、それはどうも嫁さんが納得できないなと。嫁さんの両親はすごいいい両親で、すごいよくしてくれました。で、まあ、こっち住んで初めて家族っていいなと思いました。まあ、日本で僕ちょっといろいろややこしい家族関係があったんで、それまでは別に家族見てはぁみたいな感じしか思ってなかったんですけど、こっち来て家族の温かみとか、そういうのをまあ感じて、家族っていいもんだなと。で、まあ、そう思えたってことですごい両親に感謝してますね。今は1週間ごとに英語と日本語書いてます。今週は英語、今週日本語、次の週は英語っていうのも、僕が英語を勉強したいし、嫁さんも日本語を勉強したいし、でも子供ができたら全部日本語で生活します、家の中では。っていうのも、子供に日本語を教えなきゃダメだし、日本の文化も教えたいし、あと英語なんていうのは子供がね、ちょっと物心ついて外出たら勝手に覚えてくるじゃないですか。で、嫁さんの親関係とか全員英語なんで、英語で喋るより日本語で喋る方がメリットが大きいかなと。はい。まあ、もちろんこっち住んでて、まあ、嫁さんと生活してる家があるんで、それももちろんホームですよ、家族のホームだけど、心の中のホームっていうのは常に日本にあります。はい。